にちは、声上げ成果、試食委員長の舞原ゆかです。こんにちは、声上げ成果営業部部長の軽田咲です。お願いします。よろしくお願いします。はい、また食べ物の企画なのでこの方の企画です。チョコボールをいっぱい食べたくていっぱい買いました。 IQ が エンジェルをね当てたくって、うんうんうん、他の YouTuber さんはね、まあ、みんな100個とかでやってんだけど、私らルンダースで当てたらというルールがあるから、はい、全部一箱開けたらこれを食べきるまで次の箱を開けてはいけません。いけません。このルールでやっていきます。はい。味は一番好きだよ、ピーナッツ。もしキャラメル。さ、エンジェルがもう出たらいいのにね。確かにこれさ、食べるよりもここだもんね、重要なの。そう、いくわ、せーの。いらっしゃいませんでした。え、なに、いた、エンジェルがいる。え、いないじゃん。ちょっと待って、エンゼルがいるかも。反対側を見てみてね。え、反対なのこれって。違う、ここの反対。いませんよ。私こっちにいるのかと思った。三日坊主で終わったこと。いっぱいおるな。これない？いや、あるね、全然ある。あるよね、筋トレとか、うん、カロリー計算、ダイエットがとにかく続かない。うん、ダイエットさせてる。でもやってたじゃん去年。だから初めてちゃんとあんなに落ちた。え、なんでさ、あんな続いたの。え、わかんない、気持ち。人生で一番モテた時期、中学生の時。へえ、モテエピソードくれ。エピソードかないじゃん。今だから言える私の黒歴史、乙女ゲームにすごくハマった時期があって。意外、うん、言ってんだ、そういうの。もう大好きだった時期があって、そのキャラしか見えない。本当に中学校の時かな、私もさ、うんうん、え、小学校の時かな、銀魂が好きすぎて、うんうんうん、卒業アルバムに、うん、自分を一文字で表したみたいな、うん、ページがあるとこに、私が魂って、友達に隣に銀って書いてもらった。やばいわ。合わせて。子供に名前をつけるなら、私は男か女か分かんない名前がいい。おお、どっちにも使える方がいいなって思う。うん、可愛いよね。なんだろう、葵、あ、葵ちゃんとか、あきら。うんうんうん、どっちにもいけるのがいいな。え、天使見た？天使。あ、二箱。はい、いませんでした。はい、二箱目いませんでした。やべ、話に夢中で先に食べた。美味しいイチゴ。胃袋が限界超えた。もう嫌だ。変なんだっちゃう。嫌だ。ほらほらほら、もう甘い口。匂いやば。あ、コーラ。コーラ食べて。コーラコーラ。あ、開けて開けて。コーラ匂いか、匂い。うわ、すごい。あー、ちょっと厳しい。甘い。甘いの好きなんだけどさ。え、これどっちも欲しい。うん、いくよ。ちょっと違う、これうざい、マジで。もう透明で見るとなんかあるじゃん。うざい、マジで。食べれない。慣れないや。まだ全然、え、早くない？ね、これちょっと待って、本当にあれだな。食べた時に行っちゃうかな。ダメ、ダメか。でももうちょっと使った。ちょっとぶつ太りになっちゃうしさ。ちょっと無理やと思う。マジでね、甘いんだって思ってるかもしれないけどね。本当ね、とても無理やと思う。え、本当に減らない。あー、びっくりした。はい、もうちょっと開けていく、食ったことにさせて。みんなでお願いします。お願い。ちょっと中身だけ、あとでちゃんと食べるから、これで決めるわ、じゃあ。いくよ。開封したくない。せーの。ある、なんか気が触れるよ。毎回もう楽しく終わるんだよ。ちょっとなんか今度は優しい企画がしたかい。つらい、毎回と三泊はいけない。エンゼルいない。もう決着つけたいし、もう出ないっていうのはさ、これ高的にもないじゃん。本当は以上買ってるんですよ、これ1個ぐらい。金とは言ってない。お願いします、いくよ。あー、まず1個だから、はい、開けるんじゃん。うん、食べてないけど。だってもう嫌だ。あー、甘い。いらっしゃいません。しんどい。
ないじゃん。ラスイチ、ラスイチ。あー、ちょっとこれが最後の勝負ですね。やばいじゃん。やばいよ。あれ、こんなないんですか？ねえ、お願い。これ入ってなかったらどうする？動画も。ピンチ。これ、これ来たら神展開だな。これ動画的に来てくれたらすごくありがたい。ちょっと前に見せようよ。いくよ、せーの、じゃん。うん。